上原浩二の雑談魂。今回のゲスト、前回ね、イケメンを呼べば登録数が上がる、視聴回数が上がるっていう、連れてきましたよ、あそこで僕がこの人を頭にいきなり浮かんだっていう、その選手を連れてきました。岩隈選手です。よろしくお願いします。これでクマちゃん下がったらクマちゃんのせい。いや、めちゃくちゃ上げてますからね。プレッシャー与えとくよ。めちゃくちゃ上げてます。いや、クマちゃんも、今年引退か。そうです、はい。そうや、お疲れ様でした。ありがとうございます。何年やったん、現役？21年間。あ、一緒やん、俺と。はい。じゃあ、クマちゃん今39。9です。はい。もうちょいできたんちゃうの？いやもう、最後は、まあ、肩脱臼してしまったんで、引退の発表した日に、まあ、その監督が、まあ、実は脱臼したって話をしたんですけど、僕はもう言うつもりなかったんですよ、ずっと。10月の7日の日に、ドームでシート打撃を投げたんですね。まあ、監督が、まあ、ずっと2年間こう見てなくて、まあ、なんとかこう日本シリーズでも投げさせたいって思いがある中で、はい、そういう期待でちょっと今の状況でいいから、投げに来てくれないかってことで、まあ、僕まだまあ、そのもういけるって状況ではなかったんですけど、もうある意味もう自分の中でも博打じゃないけど、はい、期限と考えながら、しかもここはもう思い切って自分の今できる限りでいいからとにかく思い切っていこうと思って、投げました。その1球目に。え、1球目です。ブルペン練習ではなくて。ブルペン練習は大丈夫だったの。はい、あ、そこそこ、お、いけるよ、思ったより、あ、ちょっと良くなってきてる可能性あるみたいな、ちょっとこれで行ってみようみたいな。で、ブルペン終わってマウンド上がっての初球、はい、初球ですね。うわ、行ったな。肩がバーンって飛んで、もうダメだと。もう、はい、もうここから動かなかったぞ。動かなくて、肩が、この辺にある感じです。ほう、ボコーンって。で、肩のコットが本当にもうずれてて、で、ここがもうへこんでて、うわで、ずっとこの状況で、たまたまもうチームが PCR 検査があったんで、ドクターがいたんですよ。おー、だから来てて、もうちょっと見てもらって、はめ込んでもらって。怖っ。はい、もうそれで、まあ、そっから1週間しっかり考えて、まあ、もうやっぱりもうこの方がね、もう休めって言ってるんだなと思って、まあそこで、まあでも21年間投げ続けたもんね。そうですね。日本で投げて、アメリカで投げて、はい、日本で一軍に定着しだしたのって何年目ぐらいから？一軍定着はプロの3年目ぐらいからですかね。はい、21ぐらいから。そうです、はい。まあ、高卒って3年目4年目に出てくるやつ多いなっていうイメージやねんけど。僕はまたその2年目だったんですけど、初めて出たのは、その年に近鉄が優勝した年に、たまたまこのポーンってこう出て、後半ちょっとハマった。そうです、はい、そこで勝って、まあ、近鉄の救世主だって言われて、なんかそのまま日本シリーズまで投げさせてもらってっていう。え、あの時の日本シリーズヤクルトだったんですけど、で、僕は日本シリーズ先発して1回3分の1か2回ぐらいしか投げれなくて、もう簡単に点取られちゃって。いやでもその経験、20歳だろ。そうです、はい、20歳で経験できたらめっちゃいいやんか。いやそうですね、いい経験。その時はね、はい、皆さんちょっと分かってないかもしれないですけど、近鉄っていう球団があったんですよね。その前の年も最下位だったんで、うん、その球団が、まあ、優勝したんですけど、うん、まあもう射手前打線。そうそうそう、射手前打線。もう本当にノリさんも、ローズノリさん、はい、磯部さんと。あ、磯部さん、はい、磯部さんが役打点とかでもうめちゃくちゃ打ってくれてたんで、でもそれぐらいの名前がつくぐらいやねんから。はい、懐かしい帽子だわ。もう近鉄のやつってね、なんかいいなぁ。え、クマちゃん同期は誰になるの？今ジャイアンツ のマネージャーやってる高木とかは同期で、その時のジャイアンツの1位にっていうのは俺が27年、ヒサとか。はい、そうです。あ、じゃあ俺の1年後だ。そうです、はい。おー、そんな近かったんや。そうなんですよ。そうなんや。でも、クマちゃんとこうやってでも喋り出したのって何年目ぐらいよ、クマちゃんが。僕でも楽天行ってぐらいですね。そうやな、近鉄の時ってあんまり喋ってないよな、はい。そうですね、はい。俺一番印象に残ってんのが、その20一緒した時あったんや。はい。あの時で日米学園かなんかオールスターで。あ、出ました、はい。ね。
喋ったよね。はい。で、まぁ、ちょっと裏話、まぁ、あ、汚い話やけど、あの勝利球ってあるやんか、球団で。で、21勝してたから、すごいやろって話をしたの覚えてんの、俺。いやいやいや、いや、いや、その前くらいからもう、上野さんには、なんか、かわいそうやな、金ですから。なんか、そんな記憶はあるっけ。はい、なんか、もう、まぁ、もう、うちにおったらもう、そう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 。違うっていうのは、もう、その前からもう、なんか、はい、話で、そうやね、そうだった。そうそうそう、21勝した時に、もしあれが21勝がジャイアンツでやってたら、とんでもないことになったと思う。でね、その近鉄の話聞いて、あ、そうなんみたいな。だったの俺覚えてるわ。そうそうそう。だから近鉄に、その、うち大阪体育大学、その体育大学の OB がね、何人かいて、はい、中で働いてる人もいたから、そういうつながりでね、ちょっと仲良く喋ってたよね。勝利球って、そのバファローズとジャイアンツってそんなに違うんですか？勝利球ですか？絶対違うと思いますよ。まあ、言える範囲、うん、まあその勝利ですね。一番いいのはやっぱり巨人、阪神、中日だとかっていう話やけども、セリーグの場合は対巨人になるとちょっと上がるみたいなことを言われてたね。やっぱジャイアンツが一番いいんじゃないかなっていう気はしますね。で、他のチーム知らないですよ、実際こう見たこともないし。まあ大体僕はまあそのまあこの弱い球団でこうプレーしてきたんで、成績残してもまず言われるのがチームの成績がってやっぱ言われてしまう。成績が同じでも契約の時に、でこの選手はこれだけもらってるんだから、僕らもこれむしろこれより成績いいんでこれを上げてくださいって言っても、チームの成績がなーっていう。ああ、そうなんや。そればっかでした。そんなん言われてもなーってなるよな。よくありましたね。まあでもまあしょうがないなとかは思ってました。でもそういうのって日本の野球独特だよね。アメリカってないもんね、その勝利球っていうのがね。ないんですよ。そう。いや、ポストシーズンに行けば、プレーオフに行けば、ちょっと出るんですよ。で、出なかったらもう、本当にその給料だけやもんね。そうです。アメリカの場合は。まあ、あとはちょっと、あれか、カードの。カードぐらいですね。カード代ぐらいちょっとくれるぐらいね。はい、俺だってその、ワールドチャンピオンになって、なった後に、要するにいろんなこういうのにサインとか書くやん、こういうの、はい、1枚なんぼとかっていう契約なのよ。1回だからホテルに行って2時間缶詰で2時間ずっとサイン返す。ボールとか、はい、まあ、それこそこういうユニフォームとか、はい、あのユニフォームか、ユニフォームとかに何枚かサイン書いて、だからあれのサインだけですごい額もらったよ。何もないですよ。なんかそのなんかノイトノーラン記念とかで、要するにこういうのにサイン書いてシール貼るやんか。だからこれは本物なんですよ、このシール。ありますね、あるある。アメリカってこのシールがあれば本物ですっていう、こういついつのっていうのがこれ取れるんですよ。わかります？日本もだから俺はこれ絶対作るべきだと思うんだよ。確かに価値が違いますね。ちゃんとした本物ですっていうオフィシャルでちゃんと出るんで。そうワールドシリーズの時は1日おんなかったですよ。本当にそうなんですね。ずっと返してたもん。もう腕めっちゃ痛かったボールも何個書いたかも覚えてないぐらいになってた。あの21勝した時ってどんなんやった？21勝した時はですね、あんまりその勝ち星とか、自分の数字にこだわることなく1年通してやった結果が、まああの21勝と、まあ数々のタイトル3勝あれだ、全部取った。 MVP も取った。はい、 MVP 取って三振も取って、はい、奪三振は取れなかったですけど。あ、全部ではなかった。はい、ただその前の年に僕肘の手術して、まあ2006年2007年が全然ダメで、でもうもう終わりだって言われるような周りから言われた時期だったので、もうとにかく自分自身何か変えなきゃいけないなっていう思いで、まあ肘の手術も
決意して、うん、でとにかくその勝ちにこだわるとかっていうよりもマウンドにとにかく上がり続けて、やっぱりファンの皆さんに感謝してこう恩返ししていきたいって思いで、なんかそれだけだったんですね。何ファンのためとか今の全部カットしてそんなねこの番組はそんなええところは使わへんからそんなええとこ使わへんそんな思ってもないことダメ使わないでもすごい大事で一生はな。え、何登板 ?30 登板ぐらいしたの？いやでも27です。おぉ27登板で27登板で、はい、4敗 ?3 敗4敗ぐらいですか。すごいな、はい、俺一応20勝してんねんけど俺のその20勝にも上で勝ってる人ってくまちゃんと、まさか田中まさか、はい、ぐらいだよな。あれでもすごいなと思います。僕も20勝する時ぐらいから、うん、なんかもうジンマシンとかやっぱ体出てきてなんか変なプレッシャーじゃないですけど、うん、でもいつか20勝しちゃってたらもう21勝目とかってあんま関係なくなかったの。あ、最後は、うん、まあそんな感じではあったんですけど、うん、いやでもまだそんな楽天ができて、そうですね、だって1年目の時なんて、まあれ何敗したんだっけ15敗しました僕は。でチームがチームは38勝100敗ぐらいしたよね。100はしなかったかな確か。90、まあそれぐらいやんか。そうですね。その1年目ってどんな感じだったの楽天の。1年目はやっぱり大変でしたね。やっぱりその、うん、やっぱり戦力自体はやっぱり厳しい部分があったと思うんですけど、まあそれよりもその負けると、あ今日も負けてしまうようなその負け癖みたいなのついちゃう感じがあって、そのチームの雰囲気をどうやって変えるのかとか、その辺も僕まだ24、3ぐらいはそんな分からなかったですし、とにかく必死で僕まだやってた時期だったので。そうだから、くまちゃんもアメリカ行ってるか分かると思うけど、あのオリオールズ、はい、最初の2年、はい、2年間とも100敗する勢いやったから96、97やったんちゃうかな負け数が。きついっすよね。もう雰囲気がもういいとか悪いとかじゃなくて、野球やってんのって感じの雰囲気。分かる？分かります。はい、もうちょっと真剣にやろうよとかすごい思うもんね淡々と、あ今日負けた、はいじゃあねまた明日って、そんな感じやから、これは負けるなと思うもんね。まあそれが厳しかったですけど、まあ1年目で、まあ、東北に新しい球団できたんで、うん、ファンの方がすごい温かかったんですよ。まあ負けてもボロクソ負けてても、まあ本当に次頑張れみたいな感じだったんで、うん、あれできた時の開幕戦で勝ったんじゃなかったっけ、はい、もちろんかな。そうだよね、はい、で2試合目でなんか20点ぐらい取られてるんじゃなかったっけそうだよねあれも覚えてるわ。開幕勝利した時はもしかしてちょっといけんじゃないかなってやっぱ思ったりもしたんですけど、うん、やっぱ次の日に現実を現実まあでも裏話として、あの振り分けってどういう振り分けになるの？そのオリックスと楽天とに近鉄が分かれていったんでしょ、はい、九州合併だったので、まずおそらくオリックス側が、うん、プロテクトしていくんだと思うんですね、うんうん、選手をまず最初に何十人かっていうのを、はい、まあ、その中に僕ももちろん入ったんですけど、うん、まあ、僕はそれを、まあ、拒否したというか、行きたくないと。それはね、選手側から拒否する権利があった、まあ、ありました、はい、あって、で、その選手会も行きたくないっていう選手は、うん、楽天に行けるというルールがあって、はいはい、まあ、そういう渦中にはあったんですけども、うん、振り分けはおそらくまずそこから始まって、うん、その後の20人ずつこう楽天が取って、オリックスが取ってみたいな感じのだったと思いますけど、あ、そうなんや、拒否みたいなのがあったんや、そういうの。そうですね、その時行きたくない選手はみたいな。それはちゃんと球団事務所みたいなの行って、はい、オリックスに言われたけどどうするって感じで。そうですね、もちろん当時、まあ、大木さんも会いましたし、うん、そうだね、はい、大木さんも一緒にやらないかっていう感じで、おうっていう話もしましたし、まあ、オリックスの球団社長とかも個人的に会ってっていうのはしたんですけども、うん、なんかまあ僕はそのオリックスの球団が嫌とかじゃなくて、ただなんかその吸収合併されて、また近鉄やってたメンバーと離れてバラバラでやったりしてっていう、そのなんかその気持ちがすごく嫌で、だったらもう新しい球団できるのはその新しい球団で新たな気持ちでチャレンジしたいっていう思いがあったんで、もうそこを選ばせてもらったっていう。そうやね、新たな球団やもんな。
これはちょっと俺も経験したことがないからね、それはもうクマちゃんとかそういう最初の初年度のメンバーしか気持ちは分からへんわけやからね、はい、なんか16球団にするとか今話もあるとか、はいはい、やったらもうめっちゃ大変になるってことやな、じゃあ選手の振り分けとかそういうのも、はい、うん、と思いますけど、増えた方がでも野球のなんか裾が広がりそうな気がする、うんうん、それはね、そういうレベルも、でも最初下がっても上がるような気がするんですよね。チームのこの均等さっていうのがでも16球団やっちゃうと、うん、またソフトバンクだけが飛び抜けてみたいなことがもうありえるから、そうですね、俺はでも12のままでいいんじゃないかなとは思うねんけどね。なあ、うん、まあアメリカ行った時のクマちゃんはもうこれしかないでしょ、本当にすっげえよな、相手がオリオールズって。そうですねだって俺はもう今度オリオールズおらんけどね、すごいよな。この時の気持ち聞きたいな。どんなんな本当に。いやもちろんやった時は達成した時はめちゃくちゃ嬉しかったですけど、うん、できるとやっぱ思ってなかったですね。最後のやっぱバッターもセンターフライだったんですけど、うん、打った瞬間あ落ちたと思ったんですよ、うん、あっと思ったんですけど、まあ後ろ見たらまあもう入ってたんで、なんかチェンジ、それでまあ嬉しかったですけど。あの時は確か20連戦中の最後の試合だったんですよ。おお、20連戦目ぐらいの時で、うん、僕も投げたの結構しんどかったんで、うん、あのもう7回ぐらい抑えた時に変えてくんないかなみたいな、うん、ノーヒットやろ、ノーヒットやろ、もういいかなってやっぱ思ってるぐらい。その時球出すのは僕ぐらいやったの。100球ぐらいです、ちょうど100球ぐらい。アメリカってね、その7回、例えば1安打で100球って交代してるよね。交代してます、うん、だからゼロはノーヒットやったから投げさせたんですね、間違いなくね、はい、なんかもうそんな感じですね、ずっと、まあ、しんどかったっていう部分もありましたし、大体もう100球で、うん、まあ、7回100球投げれればっていうような自分のこう先発ピッチャーとして の、うん、あのミッションって考えてやってたので、まあもうクリアしてたし、もう仲良くずっと投げてきたからもういいかなって思うぐらいな感じだったんですけど、うん、まあもう気づけばノーヒットで、うん、まあファーボールとデッドボールで4つぐらい出したんで、うん、あんまりこう自分がそういう、あ、抑えてるっていう感じではなくて、感じではなくて、で3対0でしたし、うん、まあオリオールズでやっぱマチャドもいて、おうおう、アダム・ジョーンズと、うんうん、いい選手がやっぱクリス・デイスと、ね、うん、いるチームでしたので、やっぱ一発も怖いし、うん、っていうのがあったので、なんかやっぱり気をつけながらずっとこう丁寧にコントロールをちょっと荒れてたんですけど、うん、その荒れてたのが多分良かったと思うんですけど、クマちゃんはでもコントロールのイメージが俺は強いねんけど、あ、見てる人も多分クマちゃんはコントロールってイメージあると思うんだけどね、その荒れてるのも、この日はちょっとストライク率がちょっと低くてフォアボールも出してたので、うん、その分バッターもこう絞れなかったっていうのもあると思うんですけど、クマちゃんってアメリカで怪我とかしてた？怪我してました。してた、なんかアメリカ行って逆に俺強くなってるようなイメージがすごいあるんだよね。怪我でとかありました、指の怪我もありましたし、結構障害、いや、なんかあのネットに引っ掛けてくん、あの指がこう、それ何そんねんって話やん実はそれだそうだそんななんかしょうもない怪我って、もうクマちゃんが川上健心まあありますそうですね、でもまあ投げ出したら中4日ではずっと回ってましたね。やってたよね、はい、あれサイヤングで2位とか入った、はい、あれは2年目2013年で、あの年はもうずっとフルで33か30ぐらい、はい、13年って結構みんな俺の中で活躍している、まあ自分もそうの13年の時あったし、はい、で熊ちゃんもそうやし、楽天がそうやんか、あ、そうですね、で田中将が24勝した時は13年でしょ、うん、確かそうです、ね、で13年ってこうなんか自分の中で、あ、せっかく俺が目立つのにと思ってたのいやいや自分目やってます、熊ちゃんが最安部2位かいで、日本行ったら田中将24連勝、ふざけんなよってなるよ俺が目立とうとしてる時、いつも誰か邪魔入るすごかったですよ、上原さんの見てくれてた？てかもう、やっぱあのナリナズの選手も言ってましたけど、やっぱ打てないって言ってました。あの時だって、クマちゃんの対戦もね、結構やってたし、はい、うん、そう、打てないって言ってましたよ。あ、ほんまに、はい、嬉しいな、そんなに。まっすぐが打てそうで打てないみたいな感じ言ってました。あ、まあそれはね、はい、早くなかったしね、まっすぐ。いや、なんか多分早いんですよ、絶対に。もう回転数と
多分キレが違うんで普通のアメリカ人と。まあ東京もちょっとねちっちゃいっていうのもあるかもしれんけども、結構ね140そこそこでも抑えれてたからね、うん、まああとそこで落ちる球をね、タイプ的にそこでもクマちゃんもフォークやもんね。フォーク、はい、うん、そんな落ちはしなかったですけど、なんかスライダーよりもフォークばっかり投げてるイメージ俺もあったのよ。あ、でもこの時も、はい、そうでしょ、はい、スライダーよりもどっちかというとまっすぐスプリットで、そっからカウント級でスライダー、うん、でカーブをうまく見せたりとかしながら、うん、あとは、まあ、フォーシーム高めで低めはツーシームでとかそんな感じですね。クマ、うん、ちゃんなんか上投げっていうのもちょっとスリット上げ目なのね、はい、だからスプリットがちょっとシュート気味にこういって、ね、そうそう、進化してほしい。たまになんかカット系も動いたりするから面白いなと思いながら見てたな、はい、俺それが記憶ある。あれコントロールできなかったです、勝手にやその辺みたいな、はい、まあ、もうベースに落とせばいいと思ってたので、うん、キャッチャー誰だったの？キャッチャーはですね、この人の話した時はスープレっていう、もう控えのキャッチャーだったんですけど、こっちは一試合全部守ったの、はい、あ、そうなんや。あれはでも上手だったんですね。日本人っぽいこうリードはいろいろやってくれるんで、すごいもともと相性が良かったです。うん、はい。